ちょっと水飲もうかな。はい。ありがとう。何でしょうね。何喋りましょうか。ありがとうございます。まあいい天気ですね。本当に昨日雨だったのに、まあ山の天気は変わりやすいのかな。こういう時にの対応力問われますよね。本当にね、喋りが苦手なんですけど。そんなことないですけど、じゃあベースの話をしてあげて。あ、ベースの話ね。ベースの話だけすると長くなるんですよね。そうそう、1時間くらいかかるかな。そうなんです。普段あんまりツアーには持ち出さない楽器なんですけど、今日は今回のツアーはそのドラムがいないこのトリオだったんで、古い楽器です。天保の大飢饉くらいに作られたやつですね。日本大塩平八郎の乱とかそれぐらいの頃ですね。日本があったよねその頃みたいな感じになってますけど。何年ってわかる人いらっしゃるんですか。まあ大飢饉がだから1830年前後ですかね。これがこの楽器は1832年なんですけど、もうすぐ200歳って感じですね。古い。まあ、ちょっと形もコントラバスをご覧になった方、ことがある方はあなんかそうそうそう、でここはか尖ってるのが普通なんですけど、まあ、ちょっとポテッとした洋梨みたいな形してます。まあその名の通り洋梨型とか呼ばれるんですけど、ちょっと肩が細くてお尻がポテッとしてて、でこの楽器は個体としてはちょっとサイズが小さいんだけど厚みがあるという、まあ、ちょっと変わった形の楽器です。ここの装飾とかもねかっこいいんですよ。そう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 、なんでしょうねこれね、植物があしらってありますけどとかね、喋り出すと多分本当時間長いんで、はい、もういいもういいもういいや。これは何の木なの。また長いです。いいですか。ベースの話するときだけ生き生きするんですけど、一般にコントラバス、まあ、表とか裏はまあその大体スプルースですかね。スプルースは何だ、松の仲間ですかね。頭皮じゃなくて何だっけな日本語だと、まあ、スプルースなんですけど、で、まあ、ここが大体黒炭か黒くない方の炭は何て言うんだっけ。まあ大体黒炭ですかね。なんですけど、まあこれは黒炭で、これは多分コマメープルかな。で、まあ、大体表と裏はこれスプルースなんですけど、この横が多分柳じゃないかっていう話です。柳の木は柔らかいんですよね。柔らかいので、まあ、よくしなる木なんで、その楽器の振動も当然受けてよく振動するのでよくなるんですけど、まあ何しろ弱いんですよ。柳を泣いておくれ的なやつですね。横板が柳なんで、とにかくよくなるんですけど弱いんですよね。その冬場になると、まあ、毎月割れるみたいな感じで、ホールとかに持ってホールのステージの上で大体ものすごく寒くて乾燥してるので、まあ割れますよね。毎月楽器屋さんに行って割れました、今日も割れましたって言って2革で直すんですけど、毎月その1週間くらいダウンタイムができちゃうんで困っちゃうんですけど。保険入ってる。保険ね、さすがに入ってますこれは。この楽器は、いや保険はね、楽器は入っといた方がいいっすよ。本当に本当入っといた方がいいっす。多分ね楽器も何十年分元取ったかな、40年分くらい保険代元取りましたね。本当は楽器買う方は楽器保険、動産保険っていうのがあるのでね。あ、まあそうですよね。ただのさんが入れない。ただのさん保険入っておいた方がいいかもしれない。
あのそう不動産保険じゃなくて動産保険っていうのがね、あの各保険会社あるので、あのおすすめします。僕は三井住友です。三井インシュランスだったっけ。そうそう、あれでね毎年更新するんですけど、ほらもう話長くなるからもう終わります。でもね楽しいですよね。なんかそういうことも知らないと、あ割れちゃうんだとか修理ね、あの何ヶ月かかったとかっていう話よね。でもすぐさま引きたい時も1年ちょいかかるんですって。いや本当気の長い話ですね。ね、本当ね、そういうことで考えるとすごい、もうサックスなんて丈夫だし、ピアノはピアニストは選べないのでね、ピアノをね劣悪な環境で演奏されることもありますけれども、今日のカイザーはね、なんて言ったって皇帝ですからね、いい音をね鳴らしてくれてるなという感じです。